はい、神チューブの神の伊藤です。今回は一番くじエヴァンゲリオン初号機暴走ということで、こちら5月に登場するエヴァの激アツな一番くじですよね。そしてまだね、一番くじエヴァンゲリオン初号機 VS 第13号機の熱を冷めやらぬ中、もうね、今年のもう5月ですよ。5月にまたこういったね、激アツなエヴァの一番くじが控えてますよという感じになってます。なのでね、今回はですね、この一番くじエヴァンゲリオン初号機暴走のアソートであったりとか、その解消の種類、そういったのを皆さんと一緒に情報を共有したいと思いますね。まず基本情報なんですけども、発売日の方が2022年5月の4日水曜日より順次発売予定、メーカー希望小売価格が1回680円の税込みとなっております。取扱店舗さんがセブンイレブン店舗さん、イトーヨーカドー店舗さん、エヴァンゲリオンストアさんとなっていて、もうね、この発売日から見て5月の4日、そうなんですよね、ゴールデンウィーク真っ只中にこのエヴァの激アツな一番くじ始まりますよという感じになってるんですよね。いや、もうこれは楽しみだなと思いますよね。そして気になるアソートと種類の方を皆さんと一緒に見ていきたいと思いますね。まず A 賞のエヴァンゲリオン初号機フィギュア、こちらが80個のアソートに対して2個用意されています。なので40分の1でこの A 賞の初号機引けますよという感じになってますね。 B 賞がアスカラングレーフィギュア、こちらも2つ用意されています。なので40分の1となっていますね。C 賞がアヤナミレーカッコ仮称フィギュア、こちらも2つ用意されてて40分の1。D 賞の渚薫フィギュア、こちらの方も2個で40分の1、すなわち A 賞から D 賞のいわゆる上位賞フィギュアというところが10分の1の確率で引けますよという感じの一番くじのラインナップ、そしてアソートになってますね。もう皆さんね、これを聞いてピンとくる方もたくさんいると思うんですけど、これ全部2個ずつなんですよね。なのですごく均等になってますし、またね、この A 賞からこの D 賞のフィギュア、今回すっごくねバランスがいいんですよ。なんでね、アソート的にもこのフィギュアのラインナップ的にもすごくこのバランスがいい一番くじになってくるなっていうのが思いますよね。もうほんといろんなこのファンのこのユーザーのね、このニーズに対応している今回の一番くじっていう風に思いますよね。そしていわゆる下位賞、そちらの方のアソートの種類の方をお知らせしていこうと思いますね。まず E 賞のアクリルスタンド、こちらが28個用意されています。なので 2.9 分の1、約3分の1でこのアクリルスタンド当たりますよという感じになってますね。種類の方が15種類となっております。 F 賞のタオルアソート、こちらが20個用意されてて4分の1で引けますよという感じになってますね。こちらの方の種類が10種類となってます。 G 賞のクリアファイルステッカーセット、こちらが24個用意されてて3分の1で引けますよというふうになってますね。こちらの方が種類が12種類となっています。もうね、このね、下位賞なんですけど、この E 賞が珍しく一番多いんですよね。28個用意されてて、しかもね、この種類の方も一番多くて15種類になってるんですよ。なんですけど、この28個に対して15種類ってことは2つずつ用意されてるわけじゃないんですよね。なので何かがこうレアアソートみたいな感じであるのかなという感じがしますよね。そしてこのアクリルスタンド、クローズドパッケージになってるのかっていうのがね、ちょっとまだ今のところ分かってないんですけども、またね、そういったのもドキドキできるなっていうふうに思いますよね。またね、このタオルアソートは20個で4分の1、10種類なんで、おそらく2つずつ用意されてるのかなと予想できますよね。またこの G 賞に関しても同じ、12種類あって24個なんで、まあ2個ずつ用意されてるのかなっていうふうに思いますね。いや、もうね、このアクリルスタンドに関してもそうなんですけど、クリアファイルもそうなんですけど、まあ、どういったデザインがあるのかなっていうのがすごく楽しみですし、やっぱね、この28個に対してのこの15個、もうね、何かが一つしかないっていうところもやっぱりね、すごく気になりますよね。何が来るのかなっていうのもありますしね。いや、ほんと楽しみな一番くじだと思います。そしてラストワン賞のエヴァンゲリオン第13号機疑似進化形態ということで、こちらラストワン賞めちゃくちゃ欲しいですよね。そしてダブルチャンスキャンペーンがエヴァンゲリオン初号機フィギュアということで、おそらくこれは A 賞の初号機と同じやつになってくるのかなっていうふうになんとなく予想できますよね。もうね、ほんとこれ何回も言いますけども、この2つずつのアソートになっているこの今回の一番くじなんで、今回はね、ほんといろんな作戦を練って引いていくのがいいのかなっていうふうに思いますよね。例えばこのアスカとアヤナミが欲しいってなった時に、まあ2個ずつありますんで、2個ずつ残ってかつこの枚数が減っているとか、まあそういった感じでいけるのかなって思いますし、僕もね、この疑似進化形態絶対に欲しいんで、まあちょっとね、いろいろ立ち回ってこれは行こうかなっていう風に、まあ動画の方で考えてますね。またね、皆さんもね、この一番くじの方で、伊藤さん、僕はこれが狙ってますよとか、こういう風に買いますよとか、またロット買いしますよとか、まあ、そういったコメントありましたら最後に残していただけたら嬉しいかなと
と思いますね。はい、まあ、そんな感じで今回の動画を終わせていただきます。神チューブの神の伊藤でした。よろしければグッドボタンと仲良くなるためのおまじない、よろしくお願いします。